どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さてさあ、いよいよ始まりますよっていうか始まってますよ、サマーソニック2016でございます。僕は動画でも散々言っている通り、明日8月の21日日曜日のですね、フェスに1日だけ参戦します。うちもまだちっちゃい子供がいるっていうのと、あと嫁さんを一人で置いていくってことになっちゃうので、まあ1日だったらいいよっていう許可をいただいたので行ってきますよ。見たいバンドとかも結構いて、全く予備知識も何にもない状態でちょっといろいろ見てですね、新しいバンドをこう開拓していこうかなと。それがね、どんな風なバンドだったかっていうのをレポートしたいので、ちょっとそれはねお楽しみに。僕もねいろいろ、あ、これ面白いかなとかでいろいろこうピックアップしてね行こうかなっていう風に思っております。今日はですね、このサマソニーに向けて僕はいろいろやってみたいと思ってることがあるので、ちょっとそれをダラダラ喋っていこうかなという風に思っております。このね、刺激的ガールズナイトエンターテイメント6ポギバーレスク東京っつうのなんか知んないけど来るらしいんだけど、これ何なのかな、これだいぶ刺激的だね。これ絶対行きます。21日の12時マリンが一緒でしょ。これはマジでちょっと行きたいので、雨の日もねこういうのって起きるのかな、ちょっと楽しみなんですけどね。ちょっとこれは行ってみようかなっていう風に思っております。もうライブレポートとかもすごい届いててね、見るのがすごい楽しくって、うわーいいなーって感じ。僕が行く日は雨だからさ、雨のねサマソニー、そして最終レディオヘッドまでちょっと行きたいなという風に思っております。電波組とね、レディオヘッドとすごい迷ったんだけど、まあ、電波組はもうちょっと頑張れば見えれるかなと。まあ、レディオヘッドはね、フェス嫌いなバンドだから、ちょっとね、見に行こうかなっていうふうに思ってます。で、レディオヘッドもね、まだご存知ない方もいらっしゃると思うんで、今度動画ね、きっちり作りますから。で、オフィシャルグッズなんだけども、これがね、まあ、いろいろもうすでにアップされてるんだけれども、毎年しこたま買うんだけどさ、あんまりあってもしょうがないかなっていうことで、かっこいいなって思うやつをちょっといくつかね、買おうかなっていうふうに思ってるのと、一つね、すごいこう、僕の中でググッと来てるのがあって、サマーソニックおそ松さんグッズです。これね、結構話題みたいで、いや、ちょっとゲットしたいなっていうふうに思ってるんですよね。で、なんかね、一人ね、一枚とかって枚数制限があるみたいで、と思って、どうしよっかなとかすごい思ってんだよね。おそ松さんですごいね、不女子にすごいめちゃくちゃ人気だけども、このね、サマーソニックおそ松さん10始末の方、これがね、もうほんとムカつくんだよね、見てて。もうパンク分かってますみたいな、こんなんやっときゃ喜ぶんでしょみたいな感じが書いてあって、なんなのってすっごい見たとき、うわーって思ったんだけど、でも、きてえな、ちょっとこれは手に入れたいなと。あとね、なんかね、すげえタオルがめちゃくちゃ人気立ってたな。これだ。おそ松さんサマーソニックタオル。これがね、もうめちゃくちゃ人気らしいで、あっという間に売り切れたっていう話なんですよ。ちょっとこれはね、ゲットしに行きたいなっていうふうに思っております。ぐらいかな。あとは特別、まあ、電波組とラバーバンドとかも別にそんな興味はないから、とりあえずそれかな。あとはまあ、僕が好きなアーティストがいくつかこう見繕って買えればいいのかなっていうふうに、まあ、物販は思っておりますよ。いや、どういうルートで回ろうかって今すごいワクワクしてるんですけどね。1日だからね。しかも雨だからさ、まあ、そんなに人来んのかな、どうなんだろう。でも雨でもフェス関係ねえか、みんな買ったら来るもんな。でね、20日にねあれが出てたんですよ、この間ね動画にしたクリスマス、アイリーンか、クリスマスアイリーンもねちょっと見たかったんだけど、なんか20日の方が結構メンツが大きいのかなとかなんかいろいろ思ってんだけどね。まあだからそんな感じだ。今日はすげえざっくりだけどね。明日サマーソニック行く人よろしくお願いします。僕がいるからね。サマソニーで僕を探せっていうような企画っていうか、そういうのも動画にしたら面白いかなとかって思ったんだけど、いやー、どうなのかなと思ってね、ちょっとやめようかなって思ってるところでございます。なんか、声かけてこないで遠目から写真撮る人が多くなっちゃうんじゃないですかっていうようなコメントもすごいいっぱいあって、あ、そっかと思って、やめようかなと思っちゃったんですけどね。今回はこんな感じ、非常にざっくりした動画でございますよ。ぜひ皆様下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日ね。